やっぱ違いますね。2回目の方がこうなんか、まあ、知ってる人が多いのもあってよくしてもらってるなと。結構やりやすいです。結構やりやすいですね。なんか悩むとこも多いんですけど、それをこうなんか支えてくれるメンバーがやっぱこう温かいですね。まあなんていうんですかね、見てる人もこう頭を使いながらでもこう笑いありみたいなところで、でなんかこう誰がスパイなのかみたいなのも一緒に考えながらいけるんじゃないかなと、そういうところ見どころですね。小笠原さんと矢中さんはマジで違うなと思います。最初どんな人だった？最初マジこの人たち怖えなって思ってましたし、いや小笠原さんはちょっと冷静で怖いのかなと思ってましたけど、矢中さんはもう本当にやべえ人だと思ってたんですけど、一緒にこうお酒飲んで本当にすごい2人とも優しいなっていう。あ、犬井ちゃん同い年なんですけど、なんか意外と見た最初の時はしっかりしてんのかなと思ったら、毎日おにぎり食ってるし、思ったよりもあれこの子あれいけてんなーなんて思ってて、なんか言動とかが面白いんですよね。じゃあ印象が変わったっていう小笠原さんで。わかりました。ありがとうございます。